前が風間選手なんで、非常に多分いい絵が撮れるんじゃないかなと思います。頑張ります。カメラカーで追っかけチェックしてみたいと思います。ド迫力映像をご覧いただきたいと思います。あー怖い怖いです。峠初のドリフト追走バトル、 BR の風間が先行だ。まずは慣性&クラッチ蹴りで侵入、対するオリダーはサイド取りで風間を追走。上りではパワーに勝るチェイサーが B324R を煽る。ヘアピンを抜けると若干ストレートが入って、その後は回り込んだ R が長く続く複合コーナー。やれやれ、ブロックブロック、はいはい、ここはいいよ、ここがあれ、アウトいっぱい、あれいけ、イエーイ、マジ取れないか。2人に釣られて審査員長もドリフト。さあジャッジは、ドブ、なかなかだね、いい勝負だよこれ。さすがは D1 トップランカーの風間、全コーナーでアングルの深いドリフトを決めまくる。自分のペースでドリフトに持ち込める先行の風間の方がつなげた区間は長かったものの、後追いのオリドは速いドリフトでビタビタに追走。1本目は決着つかず、最後でちょっと大きく膨らんでしまった時にちょっとくっつかれちゃいました。車の仕上がりとしては五分なんだけれども、パワーがマーク2の方がトータルバランスとして上回ってるんで、マーク2の方がかっこよく見える。まあ入れ替えてどうかですね。先行のオリド、今度は進入スピードが速いクラッチ併用の慣性から入る。振り返しもバッチリ決まった。後追いの B レーシング、ちょっと立ち上がりのパワーが辛いか。ダブルの複合セクション、なんと後追いの風間がオリダーとほぼ同時のタイミングで振ってきた。高度なテクニックと勇気はもちろん、先行ドライバーとの信頼関係がなければできないゲットだ。最終コーナーを抜け、バトルはフィニッシュ。無言でした。ごめんなさい。